じゃあ、やるでござるか。初めから残暑。予定のなかった探偵ピカチュウ、やるでござる。帰ってきた探偵ピカチュウざます。1はやってないざます。1は未プレイでござる。3DS 版やってないでござるよ。The name's Pikachu. ピカチュウ。ピカチュウ。自分で言うのもなんだが。A great detective. 名探偵だ。英語の方が映画館出るでござるね。出るねー。ヤマちゃんも好きだけど、やっぱり。映画ピカチュウ感出るざますね。カッとひらめく推理で様々な事件に挑んでいる。My partner Harry and I ran into some trouble on a case. 相棒ハリーとの捜査中にトラブルに。ハリーは突然的に、俺は記憶を失ってしまった。あ、これニラ猫の方がいいかな。I was wandering the city when I ran into Tim. 街をさまよっているとティムに出会った。いきなり。Somehow he could understand what I was saying. 会話ができる。え、他の人ができないのか。今さら？俺たちの目的は共通していた。できないだろう。え、映画版できなかった。ティムの父親、そして相棒である探偵ハリーを見つけることできないよ。あれそうだっけ？ While we were searching for Harry, ハリーの行方を追い、we uncovered a series of crimes involving R, a chemical that drove Pokemon berserk. あ、映画とはここちょっと違うざますね。ポケモン知らん。知らん。あのポケモンは私も知らん。あれ、ティムのピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ攻撃してますよ。俺とティムの活躍で事業は解決し、ライムシティは救われたが、なんか攻撃できないとか言ってませんでした。あれ、映画版できなかったはず。ハリーは見つからず。今も俺たちは捜索を探し続けている。だって映画版のピカチュウはこんな可愛い僕をピカーって言ってたから。そうでござるな。映画版のピカチュウもずっと前に見たから覚えてないでござる。ハリー、お前、一体どこに行っちまったんだ。映画版だとあれだったざますけど。言っちゃダメでござる。ネタバレでござるから。唐突なネタバレ。それはもしかしたら万が一見てない方がいるかもしれないから言っていけないでござる。ライムシティの皆さんとポケモンとの新しい共生を考えるため、本日よりポケモン友好週間が始まりました。イベントを記念して、ライムシティを作ったティムがピカチュウ君の勲章を。ハリー！ピカッとひらめく名探偵。ピカ？ピカチュウ君、すまないね。私の話が長くて退屈したから、ね。ああ校長並みに退屈だったな。まあだろうね。赤いパーカーがトレードマーク、ティム・グッドマン。こんな時によく眠れるでござるね。しまさん。だって2年前に起きたある事件。ロケットだ。やば。ライムシティが掲げるポケモンとの共生という言葉に疑問符がつきました。共生？本当に共生であってるこれみたいな。被害に遭われた方々には心よりお見舞いを申し上げます。ハワード・マイヤーズ、ライムシティ。なんか聞いたことあるぞ。What's that? A Corviknight? アマガー！かっこいいね！ハガネ・ドリン。こっちに来るでござる。アマガー、お前一体何を？アハバタかんといて。こっちです、市長。言えるでござる。あ、なんか落としたよ。早く建物の中に行くんでござる。わー、アマガー君どうしたんざます。あ、本なんかついてる。なんか後ろついてるのか、娘さんか。まさか、ある違う、あの時とは様子が違う。渋いな、ピカチュウ。ねえ、なるほど。落ち着くじゃましよ。なあなあなあ、山ちゃん以上に渋いな。あー、痛い。すみません、ボギー。あ、帽子取られた。ピカチュウ、あれ、ピカチュウ、甘がね野郎、大事な帽子を奪ったざます。父さんにもらったの、それ取り返さないといかへんで。ただの野良ピカチュウになっちゃう。うん、アイデンティティ喪失。甘がねやつ、俺の大事な帽子を持ってっちまった。ふざけやがって、取り戻しに行くぞ。うん、なんか落ちてるよ。プップコプップコティム、こっちだ。あとで。え、あよこ、あよこいいよ。あとで。あよこいいよ。あ、でもそっか、ティムが操作だとすると、やっぱピカチュウ、先生の方がいいのかな。いや、ざますね、こんなござるピカチュウ。え、ざますピカチュウもやつもやってるけども。え、先生でいいのか。じゃあ、お願いするざます。不満そうに見ていたもん。不満そうだったってことね。同級生のレイチェルざます。ポケモンに詳しいざますよ。おいおい、よりに紹介しろよ。渋いな、声。シャボン、この手帳、市長に届けなきゃ。だが今はアーマーガー。アーマーガー、アーマーガー、アーマーだよ、アーマー。うん、手はわかるんでござるけど。分かった、行くよピカチュウ。俺行くぞ。そっちなんでござるか。明らかに行き止まりでござるけど。なんじゃありゃ。なんだお前。あー、多分ね。あ、なんか倒れてる、クルポが。どうしたものか。なんだこりゃ大変だ。ポッポが、ハトが倒れてる。マメパトだったわ。公園暮らし。豆パト、触らないでくれ。体を動かすと危険だからな。そこのでかいあんた、豆パトに何があったんだ。困ったな。あれもダメだし、これもダメだし。おい、聞いてるんか。おう、ケミ、ちょっとピッピカうるさいよ。ピカチュウ連れてったよ。ピッピカ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 、シャラップ。
バトラー。バトラーです。あるの？多分ねー。目を覚まして体調チェック。多分ねー。アーマーが追跡に住人の避難誘導。だが豆バトを放っとくわけには。プルポ。あん、なんだ？そうだ、そこにいる別の豆バトたちから話を聞くんだ、ピカチュウ。聞いてみようかな。ピカチュウの動き方すごいな。おい、どこ行くんだ、マメパトから聞くぞ。いや、二足立ちの歩き方がおもろいなって、早いな。多分ね、そんな、もしかしたら英語版だとまた変わってくると思って、うん、名前が違うんだと思うよ。ティム、ちょっと待ちでござる。こいつらから話を聞く前に伝えておくことがあるでござる。なんだ。ティムよ、事件はこっちの都合で起きてる。分かっているでござるな。うん。現に前回の事件調査からなぜか随分と時間が経ってしまっている。なぜか。なぜか。はい、そうだね。俺たちの調査スタイルを思い出してござるよ。初心忘れるからずでござる。噛んでるけど、なるほど。でござる。久々の事件調査でござるからな。俺がポケモンに話を聞く。そして、ティーム。人間に話を聞くざますよ。よっしゃ、始めるでござる。おーい、そこの豆ポットたち。気絶した仲間でござるか、ちょっと話を聞かせてほしいでござる。ほう。仲間が寝て起きないようだとさ。豆ポットのこと寝てると思ってるんじゃないですかね。プルポー。あの匂い大好きだと？いきなり何の話だ？プルポプルポツーンといい匂い、眠気すっきりって仲間が気絶してるのに乗り気な奴らだ。匂いの話より仲間を心配しろ。まあ待ちたまえ、ピカチュウよ。大好きな匂いがあるようざます。聞けたのはこれだけでござる。他の奴に聞いてみるでござる。ツーンとしたいい匂い、ミントか。ノーティン、ちょっといいか。何寝ぼけたこと言ってんだ。よくないです。あ、調査に行き詰まったらピカチュウがヒントを教えてくれるよ。左ボタンを押してみようね。ちょっと耳貸せ。今じゃない。え？あれ、さっきのどうも引っかかるでござるな。仲間が寝てるっていうのと匂いのことざますか。 That's right。 ツンといい匂い、眠気すっきりだ。匂い、眠気、すっきり。さっきの話は匂いを使って起こせってことか。それだ。おいことが好きな、ツンといい匂い、それがあれば目を覚ますかもしれないぞ。可能性はあるぞ。でもその匂いって何ざましょうね。まだ避難していないポケモンたちがいるかもしれん。聞き込みをしてみるでござる。よっしゃ、行くでござる。行くざんしょ。残念でござるな。そいつは、わー、なんか今すぐワップになったでござるよ。わ、あらトテンポール、でかい。なあネイティオー。春が彼方を見通す目、ネイティオだ。ね、何も言わないざますね、ティオ。日光浴中は静かにいたってさ。こいつ使いね、行こう。にゅはぁ、なんかいるでござる。あ、なんかいるでござる。なんか上にいるでござるね。ポッポがいる。あれも、あれか、鬼鳥か、あれは。ここいる。結構時代、ポケモン出てくると時代はバラバラなんだ。こいつがビリってやれば豆ポトも目を覚ますんじゃ。ルルル、待ってるのかって、豆ポトが目を覚まさないんでござるよ。少々荒治療だが、お前の電気でビリってやれば目を覚ますかと思ってな。ルルル、手伝ってくれるのか、助かるぜ。もし目を覚まさなかったら、お前の力を貸してくれよな。ルルルル、電気ショック。やばくね。どこなんだっけ、見たことあるんだよな。フレフアン。どこの子だったかな。フレグランス。匂い。フレ。フレフアンだ。なんで豆バトに囲まれてるんでござる。フレ。ここに来ると、なぜか豆バトたちに付きまとわれる。プルポー。あの匂い出してだと。プルポプルポ。いい匂い、早く早く。ふーれ、なんなのこの子たち。だってさ、おもろ。どうも豆ポトはフレフワンの出す匂いに惹かれてるようだな。ってことは豆ポトの目を覚ますことができるかもな。ピカチュウ、フレフワンにお願いするんだ。一つお前の力を借りたいんだが。ふーれ、つきまとってる豆ポトをどかしてくれたら力を貸すってさ。すまないか、別の場所に移動してくれないか。フレフワンが別の場所でいい匂いをたくさん出してくれるぞ。ポロポー。いい匂いたくさん、わかった。だとさ、フレフワンかわいそうじゃない。別のところにフレフワンがいるとは限らないから。でもその後行くんだよね、これ。かわいそうじゃない。さ、フレフワン協力よろしく。ふーれ、豆パトをどかしてくれてありがとう。だってさ、何でも手伝う。だってさ、やったね。じゃあフレフワン一緒に広場戻ろうか。あとで頑張ってね。囲まれとるがな。助けてやってほしいでござる。フレフローラ言ってないでござる。オーラー。突然の渋い声。突然の渋い声。オーラー。よかったでござるな。怖えよ。いや、言ってたから。モメパトが、たまに、たまに。フレフワンが出した匂い、確かにいい匂いだが、
強めの香水みたいな感じ。おめぽとの好みは分からんな。プロポープロポポープロポー、お前たちよかったな。ほれ前のおかげだフレファン、ありがとうな。保護局局長のバトラー、ライムシティに住むポケモンたちを守る組織、それがポケモン保護局だ。ポケモンを守る警察みたいなものか。ハワードはポケモンたちのことをちゃんと考えてくれているんだな。ああれアマガくん、また現れたな。親戚だサー。さあ行くべ。さあアマガがまた俺の帽子を返しやがれ。俺たちも追いかけるぞ。よっしゃー、こわ、かじ、ポケモンの声が飛んでいった方から聞こえたよ。行ってみよう、なんかかじられた音がしたでござるよ。かじっ